こうなりすぎだろ、こんなん絶対感じないよ。どこにいる。はい、マッソゲームズでーす。はい、皆さん、今回は東海オンエアを倒しに行きます。というのもね、以前のね、アバベルオンラインの動画でもお伝えした通り、今回ね、アバベルオンラインと東海オンエアがコラボして、東海オンエアがボスとして、ね、実際にこう操作するボスとして登場するということで、今回ね、その挑戦を受けて立ち、マスオがね、こう東海オンエアを退治しに行きたいと思います。まあ僕だけじゃなくね、実際にね、アバベルオンラインプレイしている皆さんだったりとか、まあたくさんの方でこう東海オンエアを倒しに行くんですが、では実際にアバベルオンラインやっていきましょう。で、このゲーム、どんなゲームかは以前の動画でお伝えしておりますので、ぜひね、わからないよっていう方はね、その動画チェックしてみてください。で、ここにいるのが僕です。で、ここね、拠点の街なんですが、もうすぐね、東海オンエアがね、登場するはずなんですよ。で、どっから東海オンエアの場所に行けばいいのかと言いますと、この地図あるじゃないですか。この地図の、左側のね、丸、ここですね。ここにね、東海オンエアのね、マネージャーさんがいるんで、この方に話しかけると、東海オンエアとの対決はこちらになりますってことで、まあ、転送してくれます。ここからもうね、東海オンエアとのバトルになります。としみつとの対決チャンネル1ということで、東海オンエアのまずはとしみつさんがここに登場するんですが、やばい、どうしようとしみつさん、ごめんね。でも僕はね、挑戦状受けたからどうしても倒さなきゃいけないんだよ。頑張るから。あっちも今頃こうやべやべって言ってるんだろうな。よしよしよし、頑張るぞ。としみつ、応援サポーターのマシンガンです。しばゆうです。今日はすごく難しい戦いになると予想されますが、最後まで諦めずに頑張れ、としみつ。心意気は。ということで、あと1分でとしみつさんがボスとして登場するはずなんですが、どこから出てくるんだろう。あ、もういった、転送した瞬間からスタートです。おお、いけー、いきますよ、火蓋きれい。いっちゃってください。落とされろ、としみつ。ゴー！最低火蓋。いった、ちょっと俺聞こえねえよ、ゲーム。やばい、としみつ。ぶっ飛ばせ。やばい、なんか食らったらダメージ。どこだ。やばい。おい、邪魔してやじゃん。上か、あ、攻撃。ダメージ出てる。どこに？ここら辺だ。ここだ、ここ。え、どこ見えないんだけど。もう、しかしこいつは俺。逃げ切れぞ、としみつ。俺を倒せないか、ザコめ。こいつら口だけ。口ない、こいつら。雑魚すぎ、喋ってないぞ。あ、ここにいるっぽい。これか。あ、いた。としみつさんいた。おら。としみつさんいました。としみつに攻撃完了。よっしゃ。ピューが期待しすぎだろ。全然見えないぞ、としみつさんだよ。どれがとしみつさん。敵は見えない。めっちゃ食らってるけど。あ、としみつさんに俺攻撃しまくってる。としみつさんに攻撃しまくってる。右に食らいすぎてる。としみつさんがどんどん移動していく。逃げろ。ほら、気づくか。マッソが攻撃していくぞ。ほら。やべえ。まだ300万くらい HP ある。危ない。そして皆さん、続いてが夢丸さんとの対決です。いる。次、夢丸くんですね。夢丸くん応援サポーターのムチメガルです。しばゆうです。よし、全員殺せ。来た来た、捕まえ、いきなり。なんかピンク色でいるし。ほら、攻撃だ。続いてマスオ、夢丸を。マップが整形まつげる。投げるぞ。ゲ。俺のマイクの HP が何だと。おい、マスオどこだ。少し、やったー。夢丸さん倒したりー。そして続いてがこちら、しばゆうくんとの戦うステージになります。しばゆう応援サポーターの虫眼鏡です。しばゆう、しばゆうくんはヘという強力なスキルを持っています。おならによって状態異常をし、時間稼ぎをしてヘイトを稼いでやります。普段から周りをスタン状態にするしばゆうさんにとてもぴったりの動きですね。それでは間もなくスタートです。頑張ってください。
何それ何これ使われるぐらいの見ないんだよここが。うわー来た。ということで皆さん島ゆくん登場しました。このコンテル中島ゆくん見えますでしょうか。甘いぜ。なんかお尻でこう攻撃されてるような気がする。なんだこれ。やばいやばいやばい、俺やられちゃう。やばいやばいやばい、一回回復しなきゃ、回復しなきゃ、やばい、回復しなきゃ、やばい。なんだこのメルヘンのマップは。はい、ということで続いてりょうさん、りょうくんが登場しました。おら行くぜおら行くぜ、踏みつぶしてやろうっていうことで、すごい長い足をこうフルに使った攻撃を仕掛けてくるという、そういうことが足で踏むおー足で踏む、前方後半攻撃、ということで、もう少しで両者倒せます。あと少し、あと少し、頑張れみんな。りょうくんの命が逃げるのかもしれないです。移動したくそ、壊れるか見たくない。あー少しなんだ。あー早い、やばい、顔がやばかった今。いやこれ、はい、私虫眼鏡のターンでございます。虫眼鏡で虫殺し委員会の会長哲也です。吉光です。はい、いや私はね、小さい体が小さい欲情がありますので、はい、みんなが見つけられる前に、うん、全員殺して、うん、このアップ誰もいない状態でクリアしたいと思います。すごいなそれ。あはい、ということで続いて虫眼鏡くん登場したんですけど、ちっちゃ、めちゃくちゃ小さいんだけど、見えない、見えない、マジで見えない。あ、いるな。でも虫眼鏡くん小さすぎるだろ。いや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 、ちっちゃ、どこどこどこ、全然わかんない。これ視聴者の皆さんも笑ったよねこれ。グランデちっちゃ、ちっちゃ、ちっちゃいのが見える、ちっちゃいのが見える。やばい、みんなの、みんなのこの失敗から学ばずに隅っこに行った。いいぞ、逃がさん逃がさん、よし当てた。隅っこに行くな、隅っこに行っちゃったら波動だ。すごいすごい、虫眼鏡くんさ、攻撃が本当に虫眼鏡使ってビーム放ってる。絶対に強い、これ、あーやばい、やられそう、マジでやられちゃう。虫眼鏡くん強い、やばい、なんかえげつないものができた。やばい、死ぬ。よし、あと少しで虫眼鏡くん倒せるぞ、みんな頑張ろう。一人でも多くの人間道連れに焼き殺してやるわ。どこだ虫眼鏡くん。あれ、いやしかし8分耐えたな。あれ、もしや途中虫眼鏡くん倒せたのかなこれ。じゃあ続いてのねステージへ向かいましょうか。こちら哲也くんとの対決のステージです。なんかラスボス感が出ているステージ。そして結構広いぞここね。えさっきはさ、もう平らなステージだったからさ、逃げ場があんまりないステージでしたけど、ここは結構広いから、階段の上に出てくるらしい。お前行け端末を2個使わない。自分の端末でミスリードを狙う。お、みんな階段の上行ってる。いいぞバカめ、みんな階段の上行ってる。みんなめっちゃ階段の上行ってる。始まってるぞ、もう時間だ。おい、よし行け行け行け、15分だ。おりゃよしよし。ということで哲也くんゴールインしました。ひどいぞ、倒させてもらうよ。ボスの気持ち考えたことあんのかお前ら。ボスってこういう気持ちなんだね。ちょっとボスかわいそう、ボコボコに仕上がってまして。こんな大人数なことないけど。お前ここで調子乗ったな。お前ほらボス詰めなくなったぞ。ここで全ての攻撃を食らわせる。やばい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 、敵を束ねるのが悪くないです。俺も食らってるし、回復したいよ。しかしな、こいつは耐久度がすごいんだな。ほらほら、どうだ。しかもこの回復の雨みたいなのがなんかすごい束ねられてるから、この回復の雨が動いてる。やばい、俺の HP やばい、誰か回復して。死んでる人いいのかね。やばいよ俺。でも、僕の…あー哲也くんにやられた。めっちゃダメージ使ってるよ。マジかよ、大失敗だ。そう、やだ、大失敗。まさかの大失敗。なんかこんな裏道あった。裏裏裏裏裏ステージの裏に隠しのところがあったのか、元からだったのか分かんないけど、こんなところあったんだ。目立つ髪型してんだから。哲也君を倒すんだ。おりゃ、いけー、みんなで倒すぞー。ほらー、裏裏裏裏、お、倒れたー。哲也君、香りやるすぎー、香りやるすぎー。哲也君の顔リアルすぎー。哲也君、そして次のステージが開かれました。行ってみましょう。
ほう、次のステージ、音楽が東海オンエア、東海オンエアとの対決ってことで、ここでは東海オンエア全員が出てくるらしいんですよね。なに、おい、おー、なに、この BGM、 おー、うわー、世紀末だ、いいね、決まるな、そうか、決まる、すげー、音楽がなんかやっぱ東海オンエアって感じしますね。攻撃しろ。はい、ということで、いよいよ東海オンエア全員が攻撃するらしいんですが、言い過ぎだろ、言い過ぎだろ、ここ何が判断か分からん、みんな大暴れすぎだろ、こんなん絶対感じないよ。どこにいる、ちょっと落とされてる、やっぱおなら、おならを結構していこう、おならをじっくり食べこう、どこにいる、どこにいる、どこにいる、みんな勝てねえよ。まあでも結構全員食らってる、やっぱみんな多分戦ってる人さ、これ表示されてるのが多くの一部なだけであって、本当はめちゃくちゃみんなたくさんの人数で戦ってるんだよ。みんなが来るんだよ、大丈夫、俺が来るんだよ、この野郎、そりゃ具合が分からん、この野郎、この野郎、え、待って、めっちゃ入ってる、え、顔変えなきゃ、顔変えなきゃ、顔変わった、倒そう、いけ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 、倒すぜ、おりゃやばい、マジでやばい、やばい、くそ、うまい、避けるのがうまい、くそ、シャレな、いやこのベースかっこいいな、どこだ、いけー、みんな、くそー、なんだこれ、東海オンエア倒せー、あ、哲也くん倒れたー、バイバーイ、バイバイ、バイバーイ、しまいまーす、あー、あということで、東海オンエア討伐完了したぜみんなありがとうみたいな感じだけ取れます、ほら、強行だ、使い方って使い道ないですよね、このあんまないですよ、ね、もうこんな寝ると終わりで大丈夫です、そうですか、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、先ほどのバトルいかがでしたでしょうか、いや、面白かったね、戦ってる感満載でね、で、さっきのね、必殺技とかは東海オンエアさん本人がこうね、考えて監修されてたみたいなんですよ。でですね、1月5日から17日までですね、また新たなイベントがやっておりまして、まあ新たなって言ってもこちらですね、実は今のね、東海オンエアさんたちと戦うことができます。で、今回はね、17日までは CPU って形なんですけど、こちら、としみつとの対決っていう形でね、こう出てますけど、多分ね、どっかにとしみつさんがいるはずなんで、ちょっと上登ってみましょうか。いたー、としみつさんいっぱいいるんだけど、おっかない、怖い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 、これやばいって、え、やばいやばい、これやられちゃう、あはー、ちょっとやばいっしょこの、あはー、落ちちゃった、としみつさんいっぱいいるけど、ちょっと次のマップ進んじゃおう、次夢丸さんですね、うおーうおーうおーうお、あ、怖い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 、うわ、いっぱい出てくる、いっぱい出てくる、うわ、夢丸の化身っていう形で、うわ、いっぱい出てくるけど、いっぱい出てくるけど、これもね、またね、みんなでね、倒さなきゃいけないですし、次進んじゃいましょうか、しばゆうくんだ、しばゆうくんどこだろう、いたー、いるよ、ここにしばゆうくんいっぱい、あー、しばゆうくん転んじゃった、しばゆうくん、あ、しばゆうくん転んじゃった、あー、しばゆうくん大丈夫、しばゆうくん大丈夫、ほら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 、あ、転んじゃった、転んじゃった、攻撃してみようか、ほらしばゆうくん転ばしました、マスをまあね、こんな感じでね、東海オンエアさんと戦えるんです。次が、次誰だったっけ、出た、りょうくんだ、うわー、すごいんだけど、背高っ、ていうか一発でみんな転んじゃったよ、あら、あ、これ割と倒しやすい敵なのかな、ほらほらほら、いくぜ、おら、はぁ、次に進んでみましょう、次が哲也くんかな、ね、あ、違う、虫眼鏡くん、ちっちゃくて見えるからちっちゃいけど、あ、いた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 、お、お、もう普通に強いんだけど、虫眼鏡くん強いんだけど、あ、いた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 、あー、ほら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 、あー、全然勝てなそう、あー、強い強い強い、じゃあ次の回行きましょうか、まあね、ちょっとね、
撮影機材のトラブルでよくね顔が見えなかったかもしれないんでちょっと一人一人ねお見せしていきたい。で、哲也くんがいたー。哲也くん転んじゃってるよ。哲也くんいっぱい出てくるな。あ、哲也くん、哲也くん疲れてないか。あ、哲也くん痛い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 。あー転んじゃった転んじゃった。すーごい顔よく見ると、あー痛い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 。攻撃しないで攻撃しないで。哲也くんいるよー。哲也くんどうすんの。あ、痛い痛い。哲也くん攻撃やめて。うわ哲也くんにボコられる。うわうわマスを哲也くんにボコられる。もう哲也くんにボコられる。哲也くんにボコられてる。あーやばいやばいやばい。哲也くんやめて。哲也くんやめて。マジやめてやめてやめて。哲也くんボコってくるんすけど。哲也くんにボコられました。は、怖かった。そしてこちら東海オンエアとの対決っていうことなんですが、ここではもう東海オンエアいっぱい言い過ぎだろ。あー虫眼鏡くんの虫眼鏡ビーム。うわー量くんの足もう、うわー哲也くんだ。哲也くんまたボコられる。哲也くんボコられる。やばいやばいやばい、いっぱいいるよー。またしみつくんもいるし、うお、すごいすごい波動砲を撃てる。すごい、ほら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 、東海オンエアがマスを追い締めてくる。あーあーやめろーやめろー、やめてくれ東海オンエア。あー逃げ場がないぜー。やばい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 。あーこの野郎この野郎、最後でいく。あはははは、東海オンエアにマスをやられる。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらのね東海オンエアコラボ1月17日まで行っております。で、これにね参加していただきますと東海オンエアなりきりアバターっていうのをねもらえるんですけど、多分ねそこら辺ね歩いてればいると思うんだよね。ま、なんかね東海オンエアがいるんだよね。お、発見しました。ここにね東海オンエアなりきりアバターね使ってる人いますね。ここに芝優くんと哲也くんが、すごいすごい女の子らしい、すごい可愛い格好しているけど、あ、これ虫眼鏡くんかなっていう感じで、こういうねなりきりアバターがゲットできる、そういうねイベントが開催しておりますので、ぜひね皆さんも一緒に参加してみてはいかがでしょうか。はい、動画概要欄にねダウンロードリンクがありますので、ぜひねこの機会にね皆さんアバベルオンライン初めて東海オンエアなりきり、こちらのねアバターゲットしてみてください。楽しいねこれね。はい、ということでね皆さん今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。非常に楽しかったです。以上マスオゲームズでした。バイバーイ。東海オンエアがマスオをいじめてくる。あーやめろーやめろー。チャンネル登録高評価よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。